はい、再びアークの世界へ戻ってきました。続きをやっていきましょう。日記がですね、3.2キロ雪山の方にあるんで、カワウソタンを首にマフラー代わりにして、ちょっと防弾代わりにして、行きたいと思います。少しはね、暖かくなると思うので。よし、じゃあこの状態で行きましょう。そういえばまだ寒いっていう表記が出てこないな。やっぱカワウソタンをマフラー代わりにしてるからか。どこだろうな。お？近い？カルケルさ、これ降りたらまずいやつじゃない？這い上がれるかも。あったあった、ひとまずあった。メインの記録します。この辺だ。こんなところに、これはわからないですから。ギガントピテクスの調査所。いや、おそらくね、このゲームを始めて一番こう役に立ったというか、助けられたのがこのギガントピテクス様ですね。ご先祖様。草食類でテリトリー型。野生、ギガントピテクスは変わった生き物だ。通常襲ってくることはないのだが、テリトリーに侵入されると途端に気が短くなる。他の生物が不用意に近づけば、その穏やかな巨人は猛獣としての本性を表し、容赦しない。距離を取って見守るべきだろう。ギガントピテクスにとって植物から果実を、摘み、ゴロゴロと寝そべっているのが最高の幸せだ。一日のほとんどの時間を同じ小さなテリトリー内で過ごすようだ。ペット、育てているベリーの他にも、テイムしたギガントピテクスは繊維の収穫を教えることができる。一日中植物を摘み取り、果実を食べ、トライブに繊維資源を運ぶことを楽しんでいるようにも見える。テイムしたギガントピテクスはいたずら好きでもあり、しばしば肩に乗るライダーを放り投げて遊ぶ。その活動は彼らにとってのゲームのようであるが、そのゲームを利用して壁や崖を飛び越えることもできるだろう。いやー、本当にね、このゲームで最もお世話になったご先祖様です。なんかデイリーミッションあるんかな。釣りエリアに入るか。またどうすごい遠いところ行って、もこりゃめんどくせえ。こんなクソ寒いところでわざわざ釣りなの。もう一回行ったるよ、チキショー。釣りエリアまでもう少し。っていうか、ここって天帝のアーティファクト近くじゃん。だよね。こんなところで釣りをやれと。マジで正気か。本気かこれ。本気？こんなところで釣り。大丈夫かな。この辺安全かな。よっ、超寒そうなんだけど。そいそい、じゃあほい、投げました。視界悪、後ろのプテちゃんがわからん。なんか敵襲われてないか気になるな。結構大変だな釣りって。こんな寒いところで魚って釣れるもんか。あ、なんかいたぞ今。背びれ、尾びれがなんか見えた今。でけえやつがいる。やだ、
やだ、うわ次って大変だ。こんなクソ寒い中で釣りをやれってちょっとした拷問なんだけど、これまあこれで今年もね2018年も終わりかと思えば、まあのんびりこのど寒い中釣りでもやりながら2018年を振り返るのも劣なもんです。一向に釣れない、一向に釣れませんね。なんか来てない、そんなことない。釣り初めてなんでね、人生でも釣りやったことないし、なんかさリアルで釣りやってる人とかってさ、なんか夜中の3時ぐらいから活動し始めたりするよね。現場のなんか朝なのか夜なのか5時ぐらいからもう釣り襟場で気合い入れてるわけだよね。ど寒いわけだけど、ん？なんだこれ？左へスワイプ。何？何これ？何一体俺は何を釣ったんだろう。ちょっと問い訳がわからないよ。あ、来た。急げ。やったー、ゲット。すごく取ったけど、そんなに欲しいものがあるわけじゃない。このミッションのね、このミッションのボーナスなんだろうね、これがね。釣りぐらいでそんなにいいプレゼントがもらえるわけじゃないってことか。ラストワン、もう早く帰りたいよ。早く家に帰って温まりたいですよ。年越しの釣りとはまさにこんなことになるとはね。年越しのアーク釣り、なんか巨大なサメとか釣れるんじゃないのっていう期待してたんだけど、そうではないんだね。無人島生活。お、来た。上、ほらほら、下、上、右、上。なんか脳トレゲームやってる。あ、やったー、終わった、やったー、終わった。なんかね、報酬よりも終わったっていうことの達成方が嬉しいね。よし、これで アーク納めが終わったと言えるでしょう。なんだそらって。わ、すげえ近くにあるじゃん。112、すごい、もうすぐそこじゃない。よかった、目と鼻の先でした。何があるかな。はい、メインね。ありがとうございます。あ、近い。あ、すぐ近くだ。じゃあ行こっか。あ、近い、もう近い。 100m 圏内。あ、やっぱここにあるんだ。いや、もうすぐ近くだ。見落としてたんだろうな。あ、あったあったあった。これはわからん。わかんねえ。あ、エクス、エクスだーい。はい、やっぱしね、絵文字でしたね。投げ縄が使えるらしいんだけどね、この絵の通りなんだけど、
投げ縄か、ちょっと使ってみたいな。投げ縄か。シマウマさんでいきましょうか。あ、これあるじゃん、ラスト設計図武器。投げ縄だ。わらと繊維があれば作れるんだ。わら繊維、わら繊維、わら繊維、わらと繊維を渡せばこれが作れる。すごい、専用アイテム。これどうすればいいんだ。お、すごい、走りながらじゃないと使えないのかこれ。どうなんだろう、ぐる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 回してる。お、いいね、ブン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 っつって、よっ。なんかこれで相手をひっ捕らえていきたいね。暴れん坊将軍、ちょうどいい方がいた。実験台になってくれそうな方がいた。どうすか、それ、あっ、おお、なんかくっついとる、くっついてる。あ、お前外した。あともうちょい、 100m 切った。あった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 、すげえわかりやすい。これでしょ、ユタラいる、ゲット。ナーバの発見。ナーバの発見、シャープ1と。よっしゃ、あとメジョベリーと繊維メジョベリーと繊維、何、革製の水袋を満たす。よっしゃ、じゃあこれで調理鍋か。よっしゃ、これで作れる。時間かかったな。いや、調理鍋レシピ結構難しいもんがあるね。できた。これがキブル、パラサウロロフスの卵。なんだこれは、店長の洞窟の南東。何せ店長の洞窟の南東。え、スタート 2.2km。 何、こんなところに洞窟があるのか。行くしかないね。